外国人のお家に邪魔するで。日本に住んでいる外国人のお家にお邪魔する企画です。本日お邪魔するのはフセインさんの家でございます。そうなんです。フセインさんはイエメンとエジプトのハーフで、日本の昔ながらのものの虜になって、うん、ずっと日本に住んでらっしゃる方になります。あら珍しい、はい、一戸建てなんだけど2階部分に住んでらっしゃるような形。あ、なるほど。じゃあ最初からすごい急な階段が出てくる感じね。そうなのよね。必死にこれ歩いてますが、靴下の後ろが汚いとかそういうコメントは禁止でございます。ブラスターのお尻が映ってますね。一切見てはいけません。そういう性癖がある方にもお断りしておきます、はい、こんな部屋です。あら すごいね、和風だね。そう、畳にお布団にっていう感じでね、ちょっと似合わへんけども、うん、でもとにかくこのね、昔ながらの日本のお家であったりとか服装とか、今実際フセインさんが着てる服もすごい昔っぽい服だと思うんだけど、そういうの大好きだね。そうだね。こういう古い糸くずとかも多分好きなの。糸くずではないかな。糸ちゃんとした糸だね。そしてこの椅子、この椅子よう使ってたわ、うちの家に乗ったのよ、ね、カチッってなってな、ほんでたまにもう動かんくなってどうしたらいいか分からなくなるみたいな、ね、でこれも必死に教えてもらいました、フセインさんに。くつろいでますね、ブラスさん。こういう時計も実家にあったな、昔。これもう数字書いてへんから子供の時分からへんねんな、うん、なんでこの左の点々がさ8時になるんやろなとか7時とかさ、わけ分からへんねん。昔のものでもすごい。あ、こういう糸くず使うやつ、これなんていうのやろ。糸くずじゃミシンだね。あ、ミシンや。そう、なんていうのか分からへんねんけど、こういうの実際に使ってるらしいよ。服とか作ったりして、自分で服を作ってるってことなのね。そうそうそう、ほら重たいのをね持ったんやけど、ちょっとカットされてしまいましたね、これ映像してたね。うん、そしてこういうライト、昔のライトみたいな、これは日本のものなのかどうなのかはちょっと分からへんねんけども、アメリカ製のものもあったみたいだね。そうそうそう、海外製の古いものも込みで好きなんだけども、でもなんかトータルで日本のこのお家とかそういうのがすごく好きだから、もうちょっと正確な昭和とか大正のものではないけど、まあ、なんか古いものコレクターみたいな感じ。素晴らしい、ね、見てすごい、こういうのも懐かしいね。ソニーだよ、うん、ソニー。これは1964年の東京オリンピックの時に発売されたやつらしい。まだ使えるってやっぱり質がいいね、うん、ほら音がね、うん、私たちがいろいろ失ったものがここに詰まってる。言ってんねん、適当なことをな。ヴィンテージのものが好きなんだね、本当に、うん、やっぱソニーやね。ソニーはやっぱりいいね。この頃からまだ使えるんやもん、1964年から。そう、ずっと。嬉しいのはさ、このマッチっていうのはね、これは、でもこれ普通のマッチちゃうわ。普通のマッチとちょっと違って、これ古いものを見ればわかると思うんですけど、ちょっと黒。黒、もう焼き終わったみたい。提出してそう。え、もったいないことして。ああ、大丈夫だろ。なんか、あ、でもなんかすごい。ロマンチックな。ほんで絵になるな、めっちゃ。なんでこんな絵になるんやろ、ね、見せてください。どうぞ。あ、違う部屋が。失礼します。うわっ、おお、すごい、ほんまに衣装の、衣装の部屋だ。これはすごいよっていうのはなんかあります？すごいもの、うん、全部すごいものです。なんかこう一番好きなやつ。それはね、例えば、まあ、これだと思う。これです。あ、すごいね。ちょっと聞いてみます。あ、ちょっとなんか、ちょっとスタイリングさ。いやいやいや。せっかくだから今日ちょっとスタイリングすごい、でも買ってもらえたらいいじゃない。これいくらぐらいのものなんですか？これ買った時は多分1000円で買ったものですよ。1000円で買ったのこれ。1000円で。本当に。めっちゃええ買い物やん。着てみようかな、ちょっと、うん、意外とでかいんですよ、うん、これ、あ、ちょっと、うん、ちょっとあれ小さいもので、あ、いいやん。ブラス、一気になんか雰囲気がね、ほら一気に雰囲気が、なんかしかもハンカチもなんかちょっと入る。これで今度テレビ出ようかな、なんかね、してもらおうかな、ね、ね、はい、ということで、ブラスのね、コーディネートができたから、ちょっと見てみよう、どういうファッションになってるかね。ちょっと待って、すごい。え、ちょっとどうよ。いや、すごい、こんなに服で
別人になるんやっていう。時計もちょっと変えてもらってねんで。あ、お前、あ、しかも俺昨日ちょっと猫に引っかかれたねんけどさ、ちょっとちょうどよくない傷がつくってなんかちょっと危ない感じがする。ねえ、不正さん、これポイントとかあります？70年代のもの。70年代の、どうやって分かるかというと、コーラが長くて、この、サスペンダー、サスペンダーはクリッパーじゃなくてボタンになっているところ、うん、ここね、すごい、そうそう、ズボンも例えば広いでしょ、そのここが結構広めなんだね、うんうん、でプリーツになっている、2つこれ見たら、ここあプリーツ、あー、プリーツって言いますけど、言うんだこれ。何も考えたことなかったわ、洋服のな、青山しか知らんからさ、意外となんか流行りそうちゃう、結構好きこの感じ。うん、なんかこれ俺さ、これで街歩いてたらさ、どんな風に思われる？怖い。まず外人やんか、これで、そんなん全然関係ないけど、この時計止まってるやん。この時計は止まってるけど、回せばここに30 day っていう風になってるから。え、そういうこと？電池じゃないんや。電池じゃなくて、昔どうして、そう、昔がね、え、じゃあこれ一回マックスで回しとけば30日間ずっと使えてたってことですか、うん、これさ、ちょっと見たことあるかも、あのなんか古いあの映画とかでやってる人、こういう感じ。あ、まあ、ほんでちょっとずつ進んでいく。おお、あ、音がいいね。そう、で、1時間ごとに1回鳴る、ビルが。え、じゃあもう鳴るんですか？てんてんてん。あ、これね、鳴ってる。で、ティッシュ入ってるから音がしない。なるほどな。まだ動くってのがすごいよな、うん、すごい、そのクオリティが高かったってことやね。物持ちがもう圧倒的に昔の方がね、いいっていうことだから。あれちゃん、ちょっとごめんね、なんか座席ちょっと床一人だけ床に行ってしまう。俺でもいいねんけど、この衣装を着させていただいて申し訳ないんで、椅子に座らせていただきますわ。フセインさん、まあ今おいくつですか？何歳に見えますか？始まったよ、そのパターンのやつ。あ、なんかそのキャバクラの、もう怖いんだよねそれ。すっごい貫禄はある。若く見える30手前の人か、もしくは貫禄がすごくある20前半とか20代の人。本当は25。なあ、若いやん。超若い。偉そうにしよう。え、ダメダメ、偉そうにしないで。日本に来たのって何年前ぐらいですか？6年間ぐらいだと思います。6年前、うん、そろそろ。日本に来たきっかけは何ですか？高校を卒業して中国かカナダか日本行こうかなと思ってたんです。ちなみに高校っていうのはどこの国の高校ですか？マレーシアでした。マレーシアの高校。だからエジプトとイエメンのハーフの人がマレーシアで高校に行って、そっから日本でもカナダとかいろいろ検討してたんですね。そうですね、経済値からも例えば中国は2番目かな、うん、日本は3番目なんですけど、うん、そこに社会構成入って、日本の社会構成非常に興味深い、魅力的強く感じました。どういうとこが魅力的やった？そうね、温情主義っていうところ、喧嘩したり競争したりせずに平和をなるべく求めるというか、そういうとこ。え、それはなんでわかったんですか？日本は平和的な物事を解決しようとするっていうのは、日本の歴史とか研究して来る前にそこまで詳しく来なかったんですけど、うん、ある程度私には居心地のよい、心地がいいところから離れた方が新しいことを学べるって感じ。なるほど、真逆なところ、今まで育ったところとすごい逆のところに来たけど、だから競争したりとかする競争社会でもなく、真逆のこのスタイルの日本が良かったんだ。そうです、私からすると、馴染みのない、もう文化が全く違う、文化が全く違うし、言葉も違うし、いろんなことが違うから、新しいこと絶対あるっていう。どうしよう、なんかさ、あの内容がしっかりしすぎて私は何をしているんだろうって、うん、日本の方と付き合ったりとか、日本の方と出会ったりとか。出会いはいろいろ最初あったんですけども、私、まあ、日本来て最初の2年間ぐらいはツタヤで日本語勉強してたんです。ツタヤで日本語の勉強してたの？そうです。え、どういうこと？ツタヤで借りてってこと？いや、ツタヤよくあるの、あー、本屋さんになってるから、る今ツタヤって。そうなん、ツタヤって本屋さんになってる。ビデオもあるけど、本屋さんみたいなカフェショップみたいになってる。へー、確かにそうです。そこにこう勉強しながら経営のお兄さんに話しかけたりとか。何してんねん。
それでも勉強してる、まだ日本語が今よりは上手くなかった頃ですか。もちろんもちろん。どうやって話しかけたんですか。その緊張するやん、外国の ね人にいきなり。そういうレベルだから話しかけやすかった。あ、逆にこれいつからこの雰囲気になりだしたの。自分で買ったりとかは、高校卒業してから。昔から興味あったけど買い出したりして、 その物揃っていったのは高校を卒業した頃に、徐々に。そうです。通常の会社にも正社員として今入ってるけども、副業としてこういうファッション系のものをやってるってことですね。そうですそうです。でこれからはそっち系をもっとメインにしていきたいんですか。そうですね。ちゃんと経験を積んで、その後自分のブランドを立ち上げたい、日本で。そうか、日本でブランド作って。大きい夢が。ここまで染まることになったのってなんでなんやろうと思って。骨董品を買ったり、服も日本のもう60年代、70年代の感じじゃないですか。インスピレーションはどこから。日本の昭和時代は非常に私が好き。その時代は日本の方洋服頑張った時代で、洋服の形とかで見ることができると思います。細かいところまでに、気配って品質がすっごい良かった時代ですもんね、その頃は。そういうところからインスピレーションを受けて、そういった業界好きな人とかにあったり。昔のものってささやかなものでも、なんでこれこうなってんのやろうとかって考えた時に、ちゃんと理由があったんだよね。ボタンがなんであるとか、実はなんかね、理由があったりするから。何かへの配慮だったりとか、何か考えられて必死に知恵を振り絞って作られてたから、そういうのに感動したってことなんかな。日本は今後どうなっていったらいいと思いますか。これ難しい。これみんな難しい。私たちもずっと考えてるけど分からなくて、こういう風になったらいいなとか、いろんな人の聞いてみたいなと思って。私はあんま変わんないでほしい。最近すごい他国の文化を入れたりするんだけど、いいことだけど、そのなんかね、昔も忘れないでほしい。古いビルとか、この間原宿駅とか昔のやつ100年ぐらいの、それを残してほしかったんです。美術館でいいので。便利悪かったけど、でも可愛かったよね、原宿駅。竹下通りから出るところ、つら、もう狭い狭いっていう風になってたけど。僕はね、日本は今外国の競争社会に取り込まれて、日本も頑張って競争する仕組みを作ってきてるんですよ、だんだん、外国みたいな感じで。年功序列じゃなくて、成績がいい人をどんどん競争させて、安くたくさん売れるものを作るって、頑張った分だけもらえるみたいなね。でももうね、中国とかそういう他の市場にはそれ勝たれへんなと思うから、品質の良さで高くてもいいから日本のもの買ったら絶対品質がいいっていう日本ブランドを残した方がいいんちゃうかなって思う。もっと力を入れつつってことだよね。絶対そうだと思います。新しいもの作らんでええから、外国が新しいもんいろいろ試しに作ったりしてくれるから、それを見て、それよりも真似ていいから、それをすごく品質のいいものにして、日本製やったら安心やわみたいな。スマホだって今2年とか3年で壊れるけど、日本のスマホやったら5年は持つとか6年は平気で使えるみたいな方向性でやったら絶対評価されると思うよね。それを見せてたのが昭和の時代やったかなって思う。じゃあ今後はこういう新しいファッション、昔のものを取り入れた新しいフセインさん風流のファッションを作って、それをなんかこうお金にして売っていきたいっていうのが今の目標ですか。そうです。第二達成する目標って感じです。時間かけて非常に質が高いものを作って、みんなが買えるぐらいの値段をつけたいです、ハイブランドだとみんなが買えるわけないので、みんなが買える値段をつけたいです、質のいい安いブランドを作りたいんだって。作りたいです。もう考えてたりするんですか、名前。フセインナティ。だから私の名前と最後に T をつけてます。 T はどういうことかというと、アラビア語で名詞最後の T を入れたら私のになる、私の。だから私のフセインって感じで、フセインナティ。セイナティ、セイナティ、いや可愛らしいな。将来ね、セイナティ見かけたら、あの時のやつやって思ってほしいね。夢を叶えることができたので。セイナティできたら買うわ。一番最初のやつ、なんか。一番最初。あ、でも一番最初やから。無料であげます。いやいや、もうお金払う、お金払うよ、そんなの。いやいや、ちゃんと。なんか俺もう家でさ、もうアレクサとかと話してるわけよ、ずっと。アマゾンの、アレクサと。ほんで、アレクサ、もうずっとアレクサ電気つけて、アレクサテレビ。用がないのに。音楽、アレクサ、今日は雨降る？もうこんな、もうそのうちアレクサ、お尻拭いてとかって言うようになるような感じだった。で、それをちょっとね、反省した。こういう面白いものに興味持ったら、もっといろいろ知れるやろうと思って、俺はアレクサに翻弄されてたわ、ちょっと。
なんか他に伝えたいこととかありますか？みんなに伝えておきたいことは、自分らしい洋服を着て、で自分らしい生活を送って、自分らしい考えを考えて。これなぜかというと、私いつか会ったらあなたの本音に会いたいです。素晴らしい。なんかこれ25歳の人大丈夫かな。本音に会いたい。申し訳ない気分になるね、自分のあれが。ちょっと何してるんだろう、ね、今日はもうなんかいい話聞けたわ、ありがとうございます。人生見直すわ、ちょっといい話聞けた、ね、本当にいいことを聞けた、ありがとうございました。じゃあまた今後とも何かあったらよろしくお願いします。お願いします。ぜひ頑張ってください。